始まりました週の真ん中まんたけ TV でございます。最近可愛くなったなどうした、え、どうした。いやいや、あの毎週なんかこのまんたけ TV の入りを聞きよったら、うん、だんだんゆみちゃんが愛おしく見えてきてでこれ毎回初めに何言おうかって僕いつも考えてるんですよ。で今日は言うことなかったけど綺麗だねってだと思ったなんかね裏があると思った、うん、来週また考えておきます、はい、まあいいや、あの罵り言葉じゃないからいいやまあね、あの、はい、先週はハエにね疲れてましたからね、はいはい、今回のご質問はローリー・コマキロイさんからです。いや、ありがとうございます。本当にすごいね。ちょっとだからスケールが飛距離のスケールが本気よりちっちゃいけど多分ダイナミックなんでしょうね。なるほどね。うん、多分210ヤードぐらいをガンガン攻めていくでしょうね。ちょっと中途半端でよくわからないですけど。でもいいね、コマキロイさんいいね。コマキロイかっこいいね。うんうん、ではいきます。はい、ドライバー50グラム台の人がアイアンにダイナミックゴールドのAMT 白ってありですか、うん、アイアンだけ重すぎですか、変えた方がいいですかとのことです。なるほど、まずこれもしかするとなんですけど、ローリー・コマキロイさんはタイトリストのアイアン使ってるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですね、はい、まあ、ダイナミックゴールド AMT って非常に珍しいシャフトで、まあ重量フローシャフトもう今まで散々言ってきてますけど、僕はあんまり奨励してない重量フローシャフトなんですね。要はシャフト重量が、これも正確に言うと3グラムずつフローするんですね。だから例えば、5番が114グラムで、これピッチングが3グラムフローなんで129グラムになるはずなんですよ。だからそう、一般的なシャ一般的っていうか、まあよくあるシャフトっていうのは5番からピッチングまで重量は変わりません。まあ長さが変わるだけなんですけど、うんうん、まあ重量フローシャフトっていうのは、まあ要は5番から短い方に行けばシャフト重量上げた方がいいでしょっていう考え方です。ただまあこれはごめんなさい、僕いつも言ってますけども、基本的にはヘッド重量が 7g から 8g フローしますんで、もうそれで総重量のフローは取れますから、僕はあんまりシャフトの方でまあ重量フローさす必要はないと個人的には思ってるんですけども、まあこれはもうあの感覚の理論なんで、例えばそっちの方が振りやすいって思う方は別に僕はそれでいいと思ってるんですよ。でそこはもうあの数値的な部分とはまた違うとこなんですけど、まあでごめんなさい、ちょっと話戻すんですけども、基本的にこのダイナミックゴールド AMT、のしかもホワイトっていうことは、多分普通にリシャフトするシャフトではあんまりなくて、入ってるのは純正で入ってるのはタイトリストさんが入ってるんですね。あ、なるほど、うん、そういうことか。でタイトリストさんって今基本的にトゥルーテンパーさんの新商品のシャフトをまず一番初めに入れる、うん、まあ、うん、あのよく言えばもう一番初め入れるし、悪く言えば実験的に入れるっていうのがあるんですけども、そういう決まりというか多分契約なんでしょうね。なるほど。があって、まあ、結構新しめのシャフトですけども、タイトリストには普通に純正で入ってるんで、 なかなかこれをねリシャフトで入れる方って少ないので、まあ、僕の中でこれローリー・コマキロイさんは多分タイトリストのアイアン使ってるんじゃないかなとまず予想されます。私テーラーメイドだと思った。あ、本当ですか。本家がテーラーメイドだから。あ、さすがやね。違います。違います。ズバリね。ズバリ違います。いや、これまたコメント欄でもしねローリー・コマキロイさんこれ見てくれたら、はい、タイトリストのアイアンやったら、あ、タイトリストですと。あ、そういうことか。もしユミちゃんのテーラーでしたら、もうユミちゃんの賞賛ですね僕今までコメントしたことないですけど、もしこれテーラーやったら、うん、初めてコメントするかもしれません。あ、そういうこと。だからもともとタイトリストのアイアンに純正で入ってるから。ますね。あ、てっきりその重量フローだから、うん、タイトリストさんのヘッドはそんなに重量が変わってないのかなっていう、うん、なるほど、まあ、そういうことはね、それは他のシャフト、たまたまこのシャフトもあのラインナップにあるっていうだけやから、うん、なるほどね。でごめんなさい、じゃあ本題に戻らせてもらうんですけども、はい、確かに 50g 台のドライバーシャフトを使ってるってことは、おそらく総重量が300から300、まあ、どんなにいっても310までだと思うんですよね、うん、ってなってきたら、実際5番アイアンの 114g っていうのは、まあ、ギリギリ多分ギリギリ打てるラインですけど、さっき言った重量フローシャフトなんで、おそらく7番ぐらい以降はもう重量オーバーですね。これは大体僕いつも言ってるんですけど、まあまあ、5番でもちょっとオーバーなんですけど、まあ、5番ぐらいはまあロングアイアンはギリギリ、まあ、100歩譲ってちょっと重いかなぐらいです。でもやっぱり7番以降になってくると完全にもう 60g 台のシャフトとをドライバーシャフトとの連携ぐらいのシャフトなんで、だからその辺も含めてちょっと重量フローシャフトっていうのは、アイアン重量フローシャフトってちょっと難しい。なるほど、うん、だからまあできたらまあ重いからもうなんていう 100g から 105g ラインのシャフトに変えた方が本当は精度は上がってくると思うんで、
まあ、AMT ってすごい面白い。ただ重力のシャフト、僕はすみません、あのなんか否定的な話をいつも言ってるんですけど、ただこれはもう感覚の理論なんで、それが打ちやすいと思う人は全然いいんです、うん、僕はあくまでもこういう動画してる限りはやっぱ数字を扱わないといけないので、数字的には、まあ、今のフィッティング理論としては、まあ、そのヘッド重量だけでいいですよっていう話なんで、うん、でまあ、この質問に対してはやっぱちょっと特にショミドルからショートはもう絶対重いんで、本当は理想は変えた方がいい。なるほどね、うん、と思いますね。だからまあ、なかなか、特殊なアイアンシャフトなんで、なかなか絶対って言って正解ってはないですけども、相対的にはやっぱドライバーに比べるとやっぱ重くなってるかなと。なるほど、うん、なるほど。数字で言ったらこうこのなドライバーが 50g だったらちょっと重たいよっていうこと、うん、もう重たいですね。まあ、その個人でフィッティングされて数値を見たらまた別の結果が出るかもしれないけれども、うん、その計算上はちょっと重たいかなっていうことですね。そうですね。もしかしたらローリー・コマキロイさんがめちゃくちゃね、本当はコマキロイとかすごい飛ばし屋で、もしかしたらドライバーの方を60に持ち上げた方がフローが取れる可能性もありますね。これの方はちゃんとやっぱり専門店とかで、はい、だから多分この質問だとドライバーの方が調子いいのかなっていう感じなんで、そうなってきたらやっぱアイアンは下げた方がいいですね。なるほどです、うん、ではローリー・コマキロイさん、ご参考になりましたでしょうか。それではマンタケ TV、 また来週バイバイ。ぜひ今度はリッキー・ファウラーをうまくもじっていただければお願いします。お願いします。お願いします。ズババババババゴルフの子、毎日春で爽やかだね。ズババババババゴルフの子、明日もゴルフだ、仕事サボろう。